おはようございます。吉谷さん、そして動画をご覧の皆様。そうですね。例のやつは人騒ぎ終わりまして、まあ人間の進化が分かったというかね。私自身も私のことがさらによく分かりました。私はですね、波外れて腹がくくれてるってことですね。うん、毎日ですね。 二三百件のお問い合わせメールが来ましたけども、全速で返してですね、まあ、確かにちょっとメールの文章とか短くなったり動画で返信するってことができなかったんですけども、ただですね、誰よりも早く自信を持って返信することができたっていうことと、私はですね、あの、いろんな仮説を立てるわけなんですよ、こういう時に。で、その仮説がまんまとその通り合っていたというね、私の仮説の正確さとかね、こういうことですよというふうな限られた情報と思考の中でお届けしたこと、本当にね、 会社の公式な見解じゃないものを私は独自の仮説でお送りしたことが後で分かったんですけども後で会社の見解が出た時ピッタッと一致してるんですよだからこういうことを考えていくと正確な判断力っていうのは腹を吸わらせるなと思いましたあそれでですね、えー、っと余剰資金の話なんですけども最初はちょろちょろ入れてたものをまあ安心だ大丈夫だろうと思って自己判断でドカンと入れていく人のなんと多いことかあ、そしてですね いや、余剰資金でやらないとダメでしょうっていうようなことでね、叱った人もいるんですよ。何度も言ったでしょうって。いや、でもね、久保さん、普通は安心して入れちゃいますよみたいなね。なんじゃそりゃって話ですよね <laughs>。普通は安心して入れちゃいますよ。うん。まあ、ここで一つ、うまあ、何点かあるんですけど、一つ、しっかりと言えることは、いつまで普通の隠れみのに逃げ込んでるんですかってことですよ。普通に隠れるなと。普通に逃げ込むなって話ですよ。私たちは、異常な収益を上げたいわけでしょ 誰にもできないようなビジネスで成功するとか、まあ巨万の富とは言わないですけども、まあ月収でプラスね、5万とか10万っていう、誰もが求めていて、誰もができないこと、普通ではできないことをやろうとするわけですよ。でも相変わらず、自分が何か失敗をした時は、普通の人間ですからっていうふうに、しっかりと言い訳を用意してるんですよね。その言い訳を用意するっていうリスクヘッジがしたいんだったらいいですよ。ただね、言い訳をしているんだったら、まあ私のことにね、あのー、ケツを吹かせるなって話ですよね。 自分の頭で考えれば、わかることばかり。まあ、わかんないでしょうね。でもね。うん。はい。まあ、すいません。言い過ぎになっちゃうんで、この辺にしときましょうかね。か肝心なことっていうのは、自分で選んでるってことなんですよ。久保さんを信じてたのに、何々を信じたのに、いや、これに騙された。じゃなくて、あなたが何を選んだのかなんですよ。あなたの選ぶ目が悪いんですよ。選ぶ目が。<laughs> だから私もね、マトリックスアフィレットっていうのを、選ぶ目が悪いときは、そこに飛び込みましたよ。 うん、だからそれをしっかりと反省して失敗資産にしてですねそっからいくら取り戻せるかなとでマトリックスアフィリエイトっていう話題でいくら吉谷さんをねつけるかみたいなねこんなエンターテイメントに変えてるわけですよまあ確かにねあのマトリックスアフィリエイトにお金を払ったものでいやそのねプロデュースした会社は私のお金を分配してホクホクしたでしょホクホクとホクホクとしたでしょただそういうのも込みでねそういうのも込みで何を選んだかってことなんですよ ね、で私はですね、あのー、インターネットビジネススクール速可塾を始めた時っていうのは一つのコンテンツしか選んでないんですよ一つのことしか選んでないんですよでそれでうまくいってるんですよねで、あのー、あらゆるね、あのー、MLM がある中で例のやつしか選んでないんですよ、うん、であらゆるね暗号通貨のいろんなパターンがある中で私は ADA の ICO しか選んでないんですよで私は FX でエントリーするときのエントリー回数むちゃくちゃ少ないんですよ。で、絞り込んで絞り込んで絞り込んで、一点集中で当てるんですよね。それがいつもの私のやり方です。だからよくね、分散投資みたいなことを言う人いますけども、分散投資ってあくまでも、うまくいったものがあって、うまくいったものの余剰資金が生まれてきたから、その余剰資金をこっちにっていうふうに、二本目の柱を立てるものであって、こっちがうまくいかない可能性があるから、こっちもやるんだ、みたいな感じで、その少ない資金を分配してしまうとね、 もう取り返しがつかないいと思いますよ、うん、だからなんかね、堀江さんの動画でもありましたけども、その30万円、たった30万円でどんな投資をすればいいでしょうかみたいなね。30万で投資したらできないですよみたいなこと言ってましたけど、それは本当にその通りだと思いますよ。30万円しかなくて、しかもその30万円が虎の子である方が、どんな分散投資するんですかってことなんですよ。うーん、まあでもね、言えば、毎月30万の余剰資金が作れる人だったりです。要するに、ビジネスができる人だったらね。 でもビジネスがダメだからうまく儲かりそうな労力のかかりそうにないものにポンと乗っかってそれであお金持ちになれるんだみたいなねこんなふわふわしたこと考えてるともうちょっとね頭進化しないなと思いますし実際に例のやつに参加した人でね例のやつでお金と時間が作れてる間にじゃあこの余裕な時間と余裕な資金を持って自分の稼ぐ力を身につけるためにはいスクール入りますよ商材買いますよ勉強しますよやってる方いるかって言ったら非常に少ないんですよね だから人間の本性ってのはここなんですよ。自分だけは成功者がやらなかったことを、あやってきたことをやらずにうまくいこうといいとこ取りしようと思うんですよ。うん。だからこう、氷山のね、見えているこの結果だけを取りに行くんですよ。で、この見えてない水面下のものっていうのには全く目を向けないし、何度警告してもそこに取り組むことはないということなんですよね。まあそういった形で、うーん、まあ、半ば呆れたところもありますけども、まあでも、こんなもんだろうなと。<laughs> うん。人はこんなもんだろうなと。 私が異常なんだなと思うんですよいつも <laughs> 私が異常ですよねこういう腹がくくれてることとかどかどか資金を投げてそれがなくなりそうになってもまあ金なんて別になくてもいいよみたいなねだからある意味は私金に執着してないんですよで多くの方は金に執着しすぎなんですよ老後のための資金を貯めるとか言ってなんかね年齢をこう重ねていったらお金に頼ろうとしてるんですよねどこまでお金にこだわるんですかってことですよねまあそうなるとそのなんか税金をね 不当に懐に入れてる役人とそんなにね変わらないんですよ。金金金金なんですからね。まあ厳しいこと言いましたけども、あのお金にこだわらないようなね日々を送ってもらいたいと思います。何て言うのかな。あのー、なんかね、お金をいつでも生み出せるっていうのかな。うん、もう口座にはお金がなくても、吉田さんみたいなことになりますけども、あの毎月20日にね、 20日まで1円もないんだけどもああと10日か最終週には引き落としが結構あるなよしセールスするぞみたいな感じで帳尻合わせるみたいなね素晴らしいと思いますよね作りたい時にお金を作ると多分この力が求められてるんではないかなと思うんですよこれからの個人の時代にはで個人の時代にはですよだから組織からお金をもらおうとか給料とかバイト料に頼ろうとか月収とかあ日当とかっていう発想になるとその振り込み日が待ち遠しくてしょうがないんですよね でも今日お金欲しいなと思って今日作れれば全く問題ないんですよね。今日問題が起きたから今日問題解決しようと思えば全く問題ないんですよ。だからそういうことのね、積み重ねも人生ってものには私はね、必要不可欠な資産だと思うんですよ。いつでも解決できる。 いつでも人間関係解決できる。いつでもお金の関係、えー、解決できる。いつでもお金の問題解決できると。いつでも人間関係も解決できる。いつでも仕事の問題も解決できる。こういうふうに目の前に出てきた問題に対していつも解決をしていけるような力があればそれはね一問なしでも大富豪と同じようなもんだと思いますよ。うんだからねお金をね追うっていうのとかねお金を失うことを怖がるっていうのでもう完全にお金に支配されてるんだと思います。こんなね どこの誰かが作ったような分かんないような貨幣とかね紙幣っていうお金みたいな単なる道具とか意味もないものに人間の人生や精神が支配されて非常にねもったいない人生を送ってると思いますまあこういうとね久保さんお金があるからそういうこと言えるんですよって言いますけど私お金がない時からこの考え方ですからね借金3000万以上あって3400万ぐらいだったと思うんですけど三3400万あって全くお金に心配なく <laughs> クレジットカードで買い物してるというね、どんだけあのぶっ飛んでるんだっていう話だと思いますよ。だからそのぐらい腹がくくれてないと、金持ちの道は歩めないと思います。まあ最後にはね、金持ちになることを進めてるみたいで、私自身がよくわかんないこと言ってますね。まあそんな感じでねあ、いちいちね、金のことでこだわらないっていうかね、心持ってかれないようにしましょうよ、そんな。お金がなくなったとかね、お金が稼ぎそう、儲かりそうみたいな感じで、いちいち反応しちゃダメですよ、うん。だから詐欺にかかるんですよ。で、最後の一言ですけども、 あの信頼の向こうにしか詐欺はないですからね信頼してるから詐欺にかかるんですよ誰かを信じてるから詐欺にかかるんですよ、うん、じゃないですか全く信頼してない人から詐欺とか引っかかりますだから信頼っていうのはある意味ここをねあの思考停止させちゃってるってことなんですよただそれでも信頼することは素晴らしいと思います信頼したらリスクヘッジをしてください必ず信頼したからこそあ、確実だと思えば思うほどリスクヘッジしてください 確実なんだからリスクエッジしてくださいよ。信頼してるからリスクエッジしてくださいよ。信頼してるからリスクエッジしなくていいとか、信頼してるから何もしなくていいってことにはならないんですよ。うん、だからそうしないと、私ですらしてますからね。しかも、なんか投資案件とかに傾ける資金っていうのは、私の全体資金の1%ですからね、常に。常に1%ですよ。私から見るとね、 もう本当にねなんか何の裏付けもなく何のリスクヘッジもせずに100万200万でよくできるなぁとか思いますよね <laughs> まあ普通の人の感覚はこうなんですよね1000円の弁当は買わないけども30万の商材はポンポン買うみたいなね <laughs> 私は逆ですよ1000円のランチ1000円の弁当はすぐ買いますでも30万50万のやっぱりね手出し資金っていうのは相当躊躇しますけどね、うん、私の感覚はそんな感じでございます <laughs>